坪義友がジャイアンツとマイナー契約、つかむアメリカンドリーム。米独立リーグ、アトランティックリーグ、スタテンアイランドの筒香義友内野手31が米大リーグ、ジャイアンツとマイナー契約で合意したことが20日分かった。球界関係者が明かした。メディカルチェック、身体検査で問題がなければ正式契約し、近日中に発表される。今後は傘下 2A リッチモンドに加入後、数試合を経て 3A サクラメントに合流する見込み。ポストシーズン進出を狙う強豪でメジャー昇格を目指す。日本からの好条件を絶って米球界残留を決断した筒香が、今季中にメジャーでプレーする可能性をつかんだ。ジャイアンツと電撃的にマイナー契約を結ぶことが判明。左の強打者を求める自軍が、独立リーグで好成績を残す日米通算223本塁打のスラッガーに白羽の矢を立てた。自軍はマイナー組織の打者には有望株がいない。筒香が好調ならメジャーのチーム状況次第では早い時期のメジャー昇格もあり得る。アメリカンドリームきたー、マジで草よかったやん。マイナー契約の連撃合意ってなんだよ。うおーガチやんけ、マイナーだけど這い上がってほしいわ。ガチで草、ラストチャンスやな。草、よかおめ。絶対釣りだと思ったわ。独立でナロース銀行したのは無駄やなかったんやね。おーよかったやん。マイナー拾われたのに驚きやわ。これがアメリカンドリームや。 3A ならまあ上出来やな。また応援するチームが増えちまったぜ。ご視聴ありがとうございました。野球の話題を取り上げています。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。